そこハモるのやば。今日ずっとホッケーのゲーム。お家で？あの河合さんっていうケントの先輩。で、そうかとなる日の語学の同じクラスの。あの女の人可愛かった。ああ、タイ人。タイ人、タイ人。めっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛かった。なんかね、去年くらいタイの出てた。お。超いい子。いいな。しかも、スラロン本体ですね。うん。日本でいう東大みたいな。ウェイ。行ってる。すごいね。タイ行ってみたい。タイ10月行く、今日その子に10月行くねって約束してきた。あ、お土産はパクチーでいいよ。いや、パクチー無理だわ。山盛りのパクチーナンプラーにしとくね。確かに。あと辛いやつがいい。辛いなんか、 いいね、あのカプサイシンの粉みたいな。やだこれはやめてくれ。あてか、なんか佐賀から帰るときに一個がフォーの元を持たせてきた。えガチで外国のメントかな。インポート一個。そう、あ、なんか私がそういう料理が好きだって前話したら、おいやさん買って用意したら、あれやりたいね、また何なんかご飯食べて飲んでみたい。たい楽しかった。え夏来た時カレン、あれマイキーカレンとエリの家でご飯食べたのはないか。あれか、ミツキとバーベキューした。あ、そうだ、そん時だ。そうだ、ミツキパパが無限にトウコロモシ焼いてくれた。そうだそうだそうだ。で、そのままあ、そうだ、練習行ったんだよ。え、本当にさ、私一人しか行ってないの練習やめてた。わかんない、覚えてない。でも二人で行ったよね、スタバ寄ってさ、タンバッチ。あ、そうだわね、懐かしい。めっちゃ楽しかった。まだ前回行ってないの、その時。そうだ、ミツキに会いたいの。うわ、楽しかったなあれ。そうだわ、めっちゃ楽しかったよ。3人でご飯食べたんだ。なんかお肉食べて、そうだそうだ、中華まん食べて。あ、そうだわ。その後デザート出てみたいな。うわ、なんか懐かしい。飲んだけど、いや、いけるっしょみたいな。あ、12時までだわ。そうだそうだそうだ、めっちゃ覚えてるわ。まだ時間あるとかエリのママが言い出して、そうだそうだ、そのまま車で飲酒運転した。これぐらいなんともないみたいな。お母さんが言ってたよね。意味わかんない。なんか今年の夏全然
それできなくて、だからやっぱ家でやるのが一番楽なんだよね。楽しいよね。この前サラッと買ったけど、うん、9月にマネ旅行 in 我が家やろうよ。多分だって無限に花火できるし、流しそうめんできるし、バーベキューできるし、腰ちょうきれいだし、君の名はごっこしよう。え、めっちゃできる。なんだっけ、トシ君みたいな。タタ君マジか。トシやだそれ。そうだ。やば。川遊びもできるしさ、絶対楽しくない。やば。私就活終わってるし。あ、そっか。やろう。みんながさ、楽になる。うん。エリーもこれからぐらい。今うちの家族みんなさ、育てる子供いなくなって暇してるから、このキッズたちが来たら絶対喜ぶ。え、なんかママ本当に養子縁組しようかな。へえ。子育てがすごい。トントントン。大輝どんな子に育つの気になる。めっちゃあるじゃん。うん、カイト。居酒屋に行ってみたい。今度使おうそれ。え、エリアスタ居酒屋行きたい。居酒屋行きたいんだけど。キモ。居酒屋にカレーに使ってみよう今度。ねえカレー、居酒屋行ってみたいんだけど。今更そんなこと言うなってっ黙れって言われちゃう。いいよいいよ行こうよ飲もうって言ったら、はい、え、やったーって来た。やばくない。うわマジやばい。居酒屋行こうよって言って喜ばれるのやばくない。本当にこういうなんか人材いるんだなって思った。ビビすぎ。ビビる普通に。やばいな、育ちが違う。いや途中まで一緒だったはずなのに。あれガスどこで間違えたのか。酒を一滴体に入れた時点で豹変してしまった。本能が目覚めた。本能。あっあっあっ、頑張れ頑張れ。あーそれはモテない。それはモテない。
と16分だ。ギリギリ帰れる。え？あと16分。え？そんなことなくない？10分、15分ぐらい取れなくない？あ、え？あ、取れるわ。あ、そうじゃん。意外と長持ちしてくれるじゃん。ずっとあれだと思ってた。4時までだ、4時までだっていう、なんかよくわかんないモードに入ってた。やば。30分もあるんだ、みんな大変だなって思ってた。普通にあと15分だ。あと15分だ。それでも長いけど。やば。おっと、頑張れ、太田さん。手が釣りそうだった。今日シュート別できたの？うん、一緒に来たよ。レーナも車一人でどういうこと？だって高尾山行くからシュン。あ、シュンも行くの？うん、ケイティの車に乗って行く。やば。シュンと、うん、チーと、うん、ミユキと、うん、ケイト。やば。かな。なるほどね。うん。ああ、だからエリ悩んでたんだ。そうでもないか。そう、羽田空港行くから、いやどうしようみたいな。高尾山、しかもなんかあのゴランダじゃない、なんだっけ、なんて言うんだっけ、あれゴンドラ間違えた。ゴンドラゴンドラね。オランダとカタカナ4文字なんか絶対違えて分かってるのに何か分かんない。お、あ、いけ、サカチン決めるんだ。トミー頑張れ。あ、そう、それが8時からだから、え、なんか日の出見れるなら行こうかなって思ってたんだけど、見れないんだ。なんかね、ギリなんだよね、多分。登るのに1時間40分一番下から行くとかかるって書いてあって、で、なんかまあここ出てみたいな。そう、5時半ミートがめっちゃ早くって4時半とかに終わるとするじゃん、うん、あ、ない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 、で、いろんな言葉がそう、それで、まあ5時半ぐらいに着くとしても、日の出が 6時半とかなんとかだから間に合わんなって思って、いいやって。手つきじゃんか。あと寒い、マイナス3度って書いてあったもん。やばい、6度で寒いじゃん、うん、凍っちゃう。だから、はいはいはい、おお、まだまだ行きたいから悩むな。行こうよ。だって12時のタクシーに行きたいから。余裕だ。時間で寝よっかな。え、もう1時半に羽田空港だから大丈夫。え、1時半なの？あ、そっか、1時半か。巻きやることないんだけど、1時半に羽田空港行って、まあでもすぐ入っちゃうからさ。そうそうそう、バイバイって言って、ああ帰るんだ。でもせっかく羽田空港行ったらなんかしたくない？三田さんみたいにゲロ吐きそうで、車だから。そうじゃん、ダメだって。あんまできないか。普通にお酒飲みたくない。気持ちこもってない。エリは肝臓を休めるべき。ね、本当に今なんか意欲ゼロ。意欲って言わない？意欲、飲みたい、持ち、なんか飲みたい欲ゼロ。本当にやばい。頑張れ。追い込む3月までのコンディションしとかないと2週連続でエグ飲み。いや本当それな。でもエリ、スペイン行った時本当に毎日飲むと思う。あ、そうじゃん。ワイナリー泊まるし。ママが、え、ワイナリー泊まるのめっちゃ羨ましいんですよ。あー、そう、行きたいみたいな言ってたから、ママが。最高じゃん。絶対やばい。ヘパのさ、錠剤みたいなやつ持ってこっかな。私ね、めちゃめ有能な商品教えてもらった。肝臓？違う、もっとドクターなんとか。え、ドクターはじめ。
事情聞いたらバレた。何が？え、いい、いいじゃん、いいじゃん。え、そんなにいいの？いや、やばいらしい。え、でも、あ、そっか。ヘパとか本当聞かないじゃん、だって。はい。これはドクターフィールド。何それ。え、なんかあと10分だし、いいよ、怪しくない。え、やば。え、マジで怖いんだけど。え、でもマジで無敵らしい。へぇ。私のおじさんがこれ飲んでて、あ、マジやばい。え、ほんと寒くない今日。マジ超寒い。手が取れそう。おじさんの知り合いでホストがいて、ホストが違うんですよ。ガチじゃん、それ。見えない。おすすめされた。ねえ、ホストってすごい大変そうだよね。ね、無限に入る。楽しくないのにさ。あ、おー、おいっぴー。眼球が熱い。目が飛び出た。目が出ちゃう。あれ行ってみたい。あの、なんかさ、施術開始10秒で寝るみたいな。あ、悟空の気持ち。あ、そうそうそう、それそれそれ。絶叫睡眠でしょ。あ、そうそうそれそれそれ。でもあれも2年ぐらい予約取れないじゃん。2年後の自分のために予約したい。でも、いくらだっけ？めちゃくちゃ金積むんでしょ？いくらぐらい？分かんないから。10万以内なら許せる。10万ぐらいじゃない？もう、だってさ、2年後って言ったらさ、食べればいいじゃん。うん、余裕じゃん、10万とか。もう本当にいいらしいね。やりたい。え、そういうのやりたい。そしたら楽しみに生きれる。2年後の自分の先将来の投資。それを知ってしまって自分に全くなくない。どういうこと？ああ、もうその受けた後の。そう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 。ああ、確かに。また2年待たなきゃいけない。そうそう、病みつきになっちゃいそう。麻薬と一緒みたい。だからあまり。マッサージとかもさ、一回行くとさ、通いたくなっちゃうが。確かに。お、頑張れ。やばい、つま先が死ぬ。
さ、どんな感じ、何人ぐらいとお話しした？襟側に3人、私側に3人で、5人グループ、嵐別え、やばどういうこと？だからなんか私が先に電車が速かったからスタッフ歩いてたら、うん、で、あー、かわいそう。どうした？え、刺さっちの耳かなんかに当たった。大丈夫？大丈夫っぽい。あ、生きてる？え、え？大丈夫そうか。うん。で、そうなんかちょっと、もう、で、うざみたいな。エリの方がサラリーマンで、届いてない。30の幅くらいのおじさん。ちょっとマジおじさんじゃん。まあ、おじさんだって言ったじゃん。やば。で、なんか、私の方が営業っぽい30代ぐらいの、ちょっと辛そうなヒゲの生えたお兄さん。やだー、本当にやだー、マジか。GoPro つけとこ、自分に。マジで。え、結構ガチで。本当に慣れてる。で、安定の酒癖の悪さだったから、エリスト缶ぶっつけてた。早く飲めよ。なんかその前に私がなんか向こうが飲みたいって言ってきたからあげてたの。エリが飲む。そしたらエリが「あいかれんずるい」みたいな言い出して、気づいたのぶっかけてた。濡れてた？いや、そこまでは分かんない。スーツ？スーツ。でも声かけてくる方が悪い。あ、まあ確かに。いやまさかかけられるとは思わないじゃん。だったらやばいな。だから気づいた、かけ方うん、飲み歩くのやめよ。うん、毎回そうじゃん。うん、そうだ、あ、そうだね。だてかコンビニで買うのやめよ、もう。一生一生歩く時ぐらいお酒が欲しい。なんで記憶ないのにシブリスト感買ってんのか。でもエリ記憶あるよ、あの時。カレンに、なんかお会計で、そう、200円私が少なく払ったから、そう。そこ覚えてんだよ。覚えてる。本当にあの人がシュッてやったところまで覚えてるんだけど。シュッて開けて口づけた瞬間に記憶ない。バスト缶の爆発です。一生飲みかけないですか。笛がない。あ、確かに。サッチに終わったら、あ、やば、私今日寝れないよ。なんで？朝 AU に行かなきゃ。じゃあいいじゃん、記事。だからそのままで、うん、エリも朝10時にあれ行く、コンタクト。なんかネットでいつも買ってるところが、なんか好きな種類がなくなっちゃって、なんかめっちゃ分厚いやつしかないから薄いやつ買いに行く。この前みなみの初コンタクトの受け取りについて、お、全部カラコンだった。やば、カラコン。グリーン？やばい、充電が。やばい。レッド初めて見た。ね、見て。わ、めっちゃレッド。もう死にそう。本当に死にそう。本当にウルトラマンみたいになってる。え、なんか小指だけめっちゃ冷たい。ゆるゆる。終わり？終わり。いや、あ、でも。